おっと、ごめんなさいよ。おや、お侍の旦那、大丈夫で？すいやせんね。足は草風呂っていうご覧の通りの薬売りでして。ところで旦那、ここにご用ですか？ああ、いや、鬼と聞こえた天原の奉行所に旦那のような優しげな方がどのようなご用なのかなと。好奇心、猫を殺すというぞ、薬屋。貴様、昨日もこの辺りをうろうろしていたな。こんなところに薬の用などあるわけがなかろう。怪しい奴め、犬に違いない。めっそうもない、足はただの薬売りで。問答無用、ここで成敗してくれる。お助けを。貴様も仲間か。ならば共に成敗してくれるわ。なかなかの腕だな。だが貴様の剣はすでに見切った。この天原を守るため死んでもらう。行くぞ。ちょっとお待ちなさいって。これは中村さん。郷四郎ちゃんにも困ったものね。仕事熱心なのはいいけど、やりすぎは良くないわよ。お言葉ですが、私は幕府の犬を。そんな人どこにいるの？この人のこと言ってるの？ね、郷四郎ちゃん、幕府の密偵が真っ昼間から同心と切り合いすると思う？ですが。確かにお役目は大事だけど、誰にでも突っかかっていいというものではないでしょ。わかりました。その浪人については中村さんが責任を持つということで放免しましょう。お主、この町で面倒など起こすなよ。ごめんなさいね。郷四郎ちゃんもいい同心なんだけど、お奉行に心身しきったってガチガチなのがたまに傷なのよ。でもあの郷四郎ちゃんと互角に戦うなんて、あなた強いのね。あたしすっごく気に入ったわ。早速今からでもお仕事お願いしたいくらいなんだけど、どう？場所変えてあたしとしっぽりお話でも。もう釣れないのね。まあいいわ、あたしは奉行所に戻るから、いつでも声かけてちょうだい。何？金がないだと？ふざけてんのか、てめえ。お薬もらっていい気持ちになってよ。それで今さら払えませんじゃ通らねえんだよ。お俺らをなめんじゃ ねえぞ。いえ、私はそのただあんな大金。ああ、殺されたいのか、てめえ。おい、もうその辺でやめておくんだな。奉行所の方、助かった。なんで、誰かと思ったら安野の旦那かい。俺は旦那には関係ないことだ、放っておいてくれ。そうもいかんだろう、往来でごたごたやってると人目につく。まったく
お前たちにはその辺の神経がないから困るな。うるさい。うるさいだと？誰に口聞いてると思ってるんだ。なんなら奉行所行くか。ああ、お奉行もさぞ念入りに相手をしてくれるだろうぜ。叩けばいくらでも誇りが出そうだからな、お前たちは。野暮な駆け引きはなしにしようぜ、旦那。これは少ないがいつものやつだ。取っておいてくれよ。よし、お前たちはもう行け。グズグズしていると厄介なことになるぞ。ああ、そうだな。あ、行くぞ。へっ、へい、あう。ああ、助かりました。ありがとうございます。ああ、そう思うんなら形にしてもらおうか。え？形だよ、形。これは気がつきませんで。では、私はこれで。あ。何が言いたいんだ、お前は。おい、長いものには巻かれろという言葉を知ってるか？この天原で誰が一番偉いのかを考えてみろ。俺が一言言えば、貴様を牢屋送りにするなんて朝飯前なんだぞ。それが嫌なら貴様にも誠意を見せてもらおうか。目に見える形でな。どうやら払う気はないみたいだな。ならば奉行所にしょっぴいてやる。たまには役に立つじゃないか。安野さん、ヤクザどもが騒動を起こしているという知らせがありましたら。ああ、それならこいつの仕業だ。違いますぜ。そのお方はそこの昭和同心が町人から金を絞り取ってるところを注意したんです。ああ、黙れ黙れ。今余計なことを言いやがったらどころどいつだ。余計なこと？一体どういうことですか、安野さん。なんでもない。俺はちょっと世間話をしていただけだ。信じられませんな。信じてもらおうか。その方が利口だぞ。それではご苦労様でしたな。お礼切れお先に失礼。ははははは。お主も余計なことに首を突っ込みすぎないことだ。生きてこの天原を出たかったらな。